俳優、井浦新が18日付でツイッターに投稿。17日に夜に TBS ドラマ、最愛、が衝撃の最終回を迎え、井浦が演じた真田家の弁護士、加瀬健一郎が姿を消した中、あの商業施設で爆弾処理に来てた羽生と出会ってアバランチ入りした番犬加瀬、とツイートした写真。 風は伊豆湖へ、物言いたそうな背中で森の奥へ、最愛、最終回で風は、大型商業施設まで追いかけてきた警視庁刑事、宮崎大輝、松下光平を交わし、ラ岡カワ電話で大輝に、お願いしますよ、と国を指し、すべてを託して姿を消した。その撮影で使われた大きな回廊とエスカレーターが印象的な商業施設は、 フジテレビ系ドラマ、アバランチの先日放送された第8話で、羽生誠一、綾野剛、氏、アバランチメンバーが内閣官房副長官、大山、渡部厚郎によるテロ爆破計画を阻止すべく激闘した場面で登場した施設と同じだった模様。両ドラマの撮影、ロケ協力に神奈川県の施設がテロップ表示されている。 アバランチは元公安刑事で陰謀によって起こった爆弾事件で生き残った羽乳が、仲間と悪を粛清しながら大山と対決。20日に最終回を迎える。ユーラはツイッターで、となるとセの新しい目標は夜直しか。曲を超えたそんな世界線を最愛最終回ごとアバランチ最終回前の狭間で妄想する昼下がり、と投稿した。 ある、この投稿に対し、あやの号がインスタグラムで反応し、カセさんあなたの最愛に叶う人は世界中どこにもいませんすべてを凌駕するその深い愛アバランチともども全力で受け止めさせていただきました我々も最後の戦いへ向かいます愛をもって、と投稿。 ある、羽生も最愛ファンのようで、僭越つながらいつかどこかで出会えましたらもんじゃを終盤目で構いませんのでどうかお体にはくれぐれも気をつけてくださいいつか必ず再会しなくてはいけない最愛な人たちのためにもでは行ってまいります羽生、としるし、ネット上が湧いている。 ユーラは SNS に、真相は愛で消える全ては愛するがゆえにありがとうございました。と記るし、加瀬健一郎が森の奥に歩いて行っている写真もアップしている。